はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気に過ごしておりますか？ね、最近久々にでかい地震がありましたけど、被害などはなかったでしょうか？いや、僕はあの時間寝てましたよね。神さんと太郎と僕で3人寝てたんで爆睡してましたよ。それでもう地震があって飛び起きましたよね。それで太郎の方を見たらですね、太郎はあの地震の中でもすやすやと眠っておりましたね。なんかちょっと大物なのかなと思ったりもしたりして、頼もしいばっかりなんですが、それで昨日の地震なんですけど、まあ11年目ということで、まあ興味深く僕も思っておったんですが、これね、おかゆくんから指摘があったんですけど、なんかこれ月下さん当ててないですかってことなんですよ。で、と思って、まあ、指摘を受けた文章を見てみたら確かに当たってるんですよね。で、そのメールは僕もあらかじめ受け取っていたので、これ間違いないんですよね。で、文章を紹介すると、頭痛がかなり強いし首と肩まで痛みが来ているのでとにかくしんどいです。場所がわからないですが念のため気をつけてください。これまでだったら関東周辺とか東北とか北海道なんですけどねっていう話が来てますね。それで、関東から南東北にかけて丸がついてます。これは震源地ってことなんですかね。この辺りは特に常に注意が必要かと思いますという感じで、ね、月下さんがちょうど先月ですかね、予言を当てた感じになっております。まあ、時期がわからないのでなかなかこれ予測はできないんですけど、まあね、これは当たってるといえば当たってるんでちょっと気味が悪いかなと。で、一方ですね、耳鳴りがするから地震が予言できる、予知できるっていう人がいまして、これアトラスラジオより前に出てもらったんですが、耳鳴り予言の方はですね、昨日の地震大変でしたねと、次は神奈川あたりに来るんじゃないですかという情報をくれました。これまたなかなかね、なんか怖い情報なんですけども、果たしてね、この日本今後どうなるんでしょうかね。まあ、こういう話題だとね、定期的に出してくれんかというリクエストが多くなっておる七葉さんに電話がつながってます。七葉さん。はい、どうも久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。去年出ていただいたんですよね、確かね。そうでしたっけ、ちょっと忘れてるんですけれど。1年に1回ぐらい出てます、はい、出てもらってます出てますか、はい。で、どうですか、最近もまた夢日記というかそういうのはインスタで公開してるんでしたっけ？ツイッターと、あとノートと。ノートと、はい、ツイッターとノートと、はい。それはあれですか、あの七葉で検索すると出てきますか？はい、七葉高屋で検索すると出てくると思います。で、どうですか、なんか最近気になるポイントってありますかね？ポイントというと、これが当たってるんじゃないかっていう指摘とか読者の人から。そうですね、今で言うとロシアとウクライナですよね、一番注目されてるっていうと。ロシアとウクライナはどんな夢を見たんですか？ロシアとウクライナですね、最初固有名詞は出てきてはいないんですが、はい、今年の1月9日が始まりだったんです、うん、でその時夢に出てきたのが、うん、まあ、赤レンガ、赤レンガ、美しい国
で、まあ、チェコっていう場所だったんですけど、うん、まあ、その辺りが近いかなと。と同時に、うん、そのヨーロッパ中心とアメリカ合衆国に、うん、まあ、世界同時多発テロのようなことが起きるといった、はい、夢だったんです。ヨーロッパの中心地にテロみたいなことが起こると。いや、ヨーロッパが中心となってそういう事象が起きるっていうことなんですが、はいはい、あのノートの方にも書いてあるんですけれど、複数10個ぐらいこう印がついてたんですよね、はい。で、まあ、今思えばそのウクライナ周辺だったんですよ、うん、その印がついてた、はいはい。で、まあ、ノートにはその地図入りでは載せてはいないんですが、はい、まあ、今回、ね、ロシア、ウクライナの件はそのことだと思うんですよ、うん、なるほど、はい。今後どういう動きになると思いますか。そうですね、今後ですか、はい、どういう動き、そのロシア、ウクライナが、ね、それはまあこれから多分見ていったら分かるようなことではないかなと思うんですけれど、はい、とりあえず3月5日にこう、まあ、タイトル名は後輩とは書いてるんですけど、日本も巻き込まれていく可能性はあるんではないかなというふうな感じはしますね。日本が巻き込まれるとどういう形で巻き込まれるんですかね。いや、もちろんこれはだからうん、後になってみないとわからないようなことなんですが、うん、私が見たそのビジョンでは、うん、まあノートにも書いてあるんですけれど、うん、そのね、言い方は悪いですけれど、まあ、東日本の、ね、うん、震災の後にあの原発が爆発したじゃないですか。はい、ありました。で、うん、でその後立ち入り禁止区域みたいな感じになってたと思うんですけれど、うん、はい、そういう風な風景だったんです。ということはウクライナでそういうことがあり得るという可能性ですか。ウクライナっていうかどうなんでしょうね。だから日本が撃ち込まれるかもしれないっていう、巻き込まれる日本が、ああ、そういうミサイルを撃たれる可能性があると、うん、可能性の夢ですから実際はわからないですけれど、北朝鮮が実際あの発射実験でやってますよね。そうですね、あれは失敗したんじゃなかったんですか。成功してます。あ、成功したんですか、うん、すいません、はい、あの詳しく知らなくて。結構、ね、結構打ちまくってます今年に入って。あ、そうなんですか、うん、あまり、うん、そちらの方に気が向いてなかったのでちょっと知らなかったんですが、うん、うん、でもね、今後日本も核保有国になるかもしれないっていう話も出てきてますし、うん、まあ他の要因でね、それこそ昔あのそれもアトラスラジオで言わせてもらった中国からのミサイルっていうことかもしれないし、うん、そこにつながるかもしれないし、うん、ね、わからないですけれど、まあ、北朝鮮か、まあ、中国かがミサイルを撃つんじゃないかってことでしょうね。そうですね、まあ、可能性としたらそっちの方が大きいかなと思うんですが、あのロシアのウクライナ侵攻と同時にタイミングを合わせて、うん、中国が台湾に侵攻するんじゃないかという説が出てるんですが、そうですよね、うん、なんかそれを目論んでるっていうニュースは出てましたよね、うん、そういう関係もあるのかもしれないですよね。そういう感じの延長線上で日本にミサイル撃たれるって可能性ありますよね。そうですね、その可能性もやっぱり視野に入れておかないと、うん、いけないと思うんですけれど。なるほどね、うん、でも防ぎようはないですよね、そういうことが起きてしまうと、うん、だから核シェアリングっていう安倍元首相が言ってた、うん、ね、あのアメリカの核を日本でシェアして日本で使うことを
許可してもらうっていうやり方しかないのかなと。ああ、そうですか。そうですね。その話も最近時々耳にしますね。そうですよね。うん。まあ泥棒が入ってくるのに武装しない家はないですからね。そうですね。鍵だけじゃダメですからね。ね、打ち破って入ってきますからね。うーん。他になんかこれ当たってるんじゃないですかって指摘を受けたことってありますか？指摘を受けたこと、はどうなんだろう。結構ね、うん、私自身よりは読んでくれてる人の方がよく分かってたりはするんですけれど、はい、まあその去年の5月の2日に、まあ、タイトル紙くずっていう風なタイトルで、はい、まあ記事を書いたんですけど、はい、その時が多分一番の始まりだったと思うんですけれど、うん、その紙幣の価値がなくなって紙くずのようになるって、これ多分デフォルトのことなんだと思うんですよ。まさにその時に、うん、今ロシアがデフォルトしてますよね、うん、で金を保有する、うん、血塗られた金っていう風に見たんですよ、うん、血塗られた金っていうことは最初その時はよく分からなかったんですけれど、うん、まあ、2月ぐらいになってそういう情報が出てきて、なんか金本位制っていうんですかね、うんうん、に変わろうとしているっていう風なニュースは出てたんで、多分これが一番最初なんだと思うんですよ、始まりの。なるほどね、うん、でそれからその1月9日の崩壊につながって、うん、まあ、まだ起きてないですけど、3月5日の後輩、そのに日本に関係があるかもしれない事象につながって、その後に2日、3月の16日になるんですけれど、はい、ここが結構面白い感じの内容で、うん、ロシアのプーチンさんの 裏にいる存在、裏にいる存在ですか？はい、うん、ロシア正教会、ね、ああ、ロシア正教会ね、はいはい、がどうもそのね、プーチンさんに何かこう言ったみたいなんですけれど、うん、その内容というのが、うん、まあ、夢で見た話ですよ、これは。夢で見た話。新たな世界、うん、はい、夢、新たな世界、新たな秩序、新世界秩序の先駆けとして行えというふうに言ってるんですよね。そういう夢を見たと、うん、そうです。だから、まあ、プーチンさんにとってはもしかするとその、うん、ね、敬虔な信者さんですから、うん、その神の名のもとにそういう信仰を行ってる可能性はあるんではないかと。ジハード、聖戦であると。そうですね、聖戦、うん、ああそうですね、うん、うん、そういう風な意味で信仰している可能性はあるんですよ。まあプーチンさん前からね、イルミナティには言いなりにならないとかね、欧米諸国に対する批判の言葉が非常に多い人ですけど、うん、ね、だからそういう世界を作り変えてやろう、世界を今牛耳ってる、ね、この支配体制を崩してやろうっていう気持ちがあったのかもしれないですね。そうなんですよね。その、まあ、夢の解釈でいくとそういう風になってしまうっていう感じですかね、うん、なるほど。ただまあ世界的に見てもメディア的に見ても、まあプーチンさんは悪者としてこう今挙げられてますが、うん、もしかするとだから他の意図があったかもしれない、うん、そうですね。ロシアの発表してる内容と欧米が発表してる内容あまりにも違いすぎますからね、うん、そうなんですよね。まあ言い分を聞いてやってもいいかなというところはありますけど、うん、そうなんですよ、うん、じゃあどうなっていくかは分かりませんが、うん、とりあえずまあ2日前に見たのはそこだったんですよ、うん、じゃあいずれ日本も
核を落とされるみたいなことになるんですかね。なる可能性もありますよね、このまま行くと。まあ、未来はどういうふうに変わるかは分かりませんけれど、うん、ね、小さい子供さんもいらっしゃることだし、いい方向に行ってほしいなとは思いますね。ロシアがプッツン来て最後核を撃っちゃうってことはありますかね、あちこちに。可能性はあります。ああ。それからね、うん、人類減らすみたいな形になってくるかもしれない、うん、なるほどね、まあ減るでしょうね、この核戦争のあれやね、うん、可能性はあるとしても、ただまだ私は見てないんですよ、その瞬間を、うん、落ちた瞬間を見てないから、うん、どうなるかはまだね、わからないですけど、もし見た時には先生にきちんとお伝えしますので。ああ、日本が壊滅するような。そうですね、果たしてそういうことがあるんですかね。壊滅、そうですね、戦争で壊滅するよりは地震で壊滅する方がちょっと確率的には高いかなとは思うんですけれど、うん、はい、まあロシアがやけになってロケット撃ったり、ね、ロケットというかミサイル撃ったり、台湾に中国が攻めてきたりするとむちゃくちゃになりますけどね、多分これ。そうですね、アメリカも多分戦争したいんだと思います。ああ、そうでしょうね、もう、うん、彼らは戦争によって人気を取ってるところがありますもんね。そうですね、だから、うん、まあそれでもバイデンさんも結構後々多分表に出てこれなくなるんじゃないかなとは思ってるんです。そういう夢も見てますから。それは老人性痴呆症って、まあ、前から報道されてますけど。いや、そっちではなくて命の方ですかね。命の方ですか。別に殺されるとかそういう話ではないんですけど、うん、ただ表舞台には出てこれなくなる可能性はありますね。それは何か危害を加えられて負傷するってことですか。いやー、それはちょっとわからないんですけど、ただ私が見た夢では、うん、そのニュースでそういうふうなことをね、うん、言ってるシーンを 見たので。あ、うん、バイデンが表舞台から去ると。去るとは言ってないんですけど、うん、出てこれない状況にあるっていう。まあ中間選挙だとトランプが有利だっていう噂もありますもんね。あ、そうなんですか、ちょっとよくわからないんですけど、今年アメリカの中間選挙なんですよ。でバイデンがお年を召していて、うん、物忘れがひどくて頼んないからもうバイデンダメだなっていう風潮が広がってるっていう噂があるんですよね。ああ、うん、そうなんですか。でもどうなんだろう、トランプさんも結構危険が迫ってるっていう風な感じですかね。あ、そんな夢を見ます、トランプさんの身にも。うん、はい、身にも迫ってるっていう。でもトランプさんはやる気なんじゃないですか、このまま多少命の身が危険が迫ってもやっちゃえって感じなんじゃないですかね。あ、そうかもしれませんね、うん、もうちょっと先生にそっくりなんですけどねファイティングスタイルがね。ああ、まあね、だんだんボロボロになってきますよそうですね、本当に。そうですか。日本の政界はどうですか、そのまま行きますか。日本の政界の夢は今のところは見てないですね。はい、うん、残念ながらまだそこら辺はよくわからないですけれど。ああ、なるほど、はい。あと地震関係、津波関係は何か見てます。地震関係、津波関係は、うん、2025年ですかね。はい、25年。鹿児島少し下あたり。鹿児島の下というと、奄美大島とかですか。うん、私、地理がすごく苦手で、ああ、そうですか。ざっくりなんですけど、ざっくりなんですけど、まあ、もう、沖縄に近いような感じのところかな。うん、
それはあの地図としてあのノートには出してるんですけど、本当にわからないんで、うん、場所は、うん、ざっくりそのぐらいのあたりです。そこにかなり大規模な地震が来る可能性が高い。はい。それからそうですね、あの、ね、神奈川とかね、関東の方はこれからもやっぱり注意はしていった方がいい場所ですね。右なりの予言の人が次は神奈川が危ないとか言ってるんですけど、私が見た夢ではだいたい7月の下旬ぐらいです、ね。今年の、まあ、詳しいことはここでは言いませんが、うん、何日とは言いませんが、うんうん、とりあえずだいたい分かってます。7月の下旬ぐらいが、はい。ただそれは今年かどうかは分からないですけれど、うん、規模としては本当に破壊的な破滅的な規模になるので気をつけた方が。震源は神奈川ですか？震源ですか？ええ、それが震源が見えないんですよ。ただ津波の高さが50メートルぐらいっていう大きさ、高さっていうんですかね、うん、は見てるんで、うん、海側からこう水が来るっていう。ああ、うん、いや、それはそんな50メートルもある津波が神奈川を襲ったらもうひとたまりもないですよ。ですね。だいたいあの私が見た場所は港未来ですかね。港未来っていうのかな、うんうん、あのなんか大きい観覧車みたいな時計があるところ。はい、ありますね。うん、あの近くでその瞬間を見たんですけれど、かなりすごかったですね。あの私が見た未来っていう漫画家さんが書いた本があるじゃないですか。はい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 。あの中でも横浜が危ないっていうふうに出たんですけど。ああ、そうですよね。それ、うん、私もあ同じ場所を見てるなっていうのは感じましたね。これ日本人で実は何人か見てるんですかね、こういうものを。見てる人はいるんじゃないかなと思うんですけれど。ね、黙ってるだけで何度見たよっていう人いるかもしれないですね。そうですよね。探してみるのもいいかもしれないですね。うんうん、でもまさかやっぱり、ね、うんうん、はい、夢の予言でこれ当たるんですよ、これやってく、なんか方策ないですかって言っても相手にされませんからね、今の世の中。そうですね、うん。まあそれよりは自分で検証してあの証明していくしかないとは思うんですけれど。うん。うん、やっぱりじゃあ横浜が危ないのかな、今度の月は。そうですね、やっぱり一番、まあ、南海トラフよりはそちらの方を警戒した方がいいかなと。あ、南海トラフよりもそっちの可能性が高いですか？時期からしたら多分そっちなのかなと思うんですけれど、うん、まあ私もね、時系列がバラバラだったりするからわからないんですけれど、うん、うん、首都圏直下型よりもその横浜大津波が早いですか？いや、多分首都圏の方が先に来てその後に来ると思うんです。ああ、じゃあ東京が壊滅してる状態ですね。うん、でその後に、まあ、可能性としてですよ、どうなるかわからないんですけど、神奈川の方、どこが震源地になるかは分からないんですけど、うん、まあ、注意が必要かなと。我が事務所がある千葉県はどうですか？ああ、千葉県残念ながらちょっと、うん、ひどいことになってましたけど。ひどいことになりました。はい。船橋もやられますか？あの船橋ってどこにあるのか分からないんですけど、千葉県ぐらいなら分かるんですけど、ざっくり東京からちょこっと行ったとこです。どうでしょう、あのディズニーランド近辺は、ああ、あれは浦安、ね、ダメでしたね。浦安がダメ、うん、浦安があって市川があって船橋で千葉、はい、奈良の千葉って感じなんですよ。ああ、全然わからないです、すみません。ああ、そうですか。はい。ああ、じゃあでもそうなるともう防ぎようがないですよね。うん、なのでまあ私はツイッターでは岡山県のね、それこそあの早瀬さんが、うん、
階段で出していた日比高原都市あたりが一番無難で大丈夫なのかなと。やっぱりあの岡山は首都移転しようって早瀬が一生懸命言ってますけどそうなんですか、それは初めて聞きました、はい、やっぱりそれは岡山が一番安全だと思いますか。あ、そうですね、地質的にもやっぱり、花崗岩なんですよ、岡山県って、で地震が来たとしても、まあ、多少揺れることはあっても、花崗岩のおかげでそれがクッションになって被害が出ない、出にくいっていうんですかね、そういうふうな土地なので。でも僕は前から主張していることなんですけど、はい、各省庁とかね、はい、それは全部国の機能は日本中に分散すべきだと思ってるんですよ。そうでしょうね、多分宮内庁は京都、あとね、防衛庁は静岡とかね、うん、でそれぞれみんな本庁が別々の都道府県にあって、で出張所が東京大阪にあるとか、ね、しとけばいいんじゃないかなと思いますけどね、あ、そっちの方が無難でしょうね。そうですね、ミサイル攻撃受けても地震の攻撃受けても、ね、どうにかなりますからね、もう一つに固まってたらね、そこがやられてしまったらもうどうにもならないですからね。そうですね、だからね、環境庁ぐらいをね、例えば岡山に置くとかね、環境省を置くとか、ね、教育関係の省庁を長野県に置くとか、農林水産省を北海道に置くとかね、分散してやると日本の頭脳が分散されるわけじゃないですか、でこれ今東京ズカンとミサイルが飛んできたり地震が来て潰れちゃったりしたらもう壊滅しちゃいますもんね、国自体がね。